皆さんどうも、のんです。のんやろが見てくださってありがとうございます。今日はですね、なんと私の地元兵庫県の中の生野町というところに来てます。生野って私が住んでた上川町っていう町と本当にご近所なんですよ。もっと奥に行くと生野があるみたいな、そういう町で、なんていうか親しみ深い町なんですよね、生野って。これ絡み石っていう石らしいんですけど、昔生野が鉱山が盛んだった時になんか鉱物を取ってきて、そこから銅を取り出すために、その石をドロドロに溶かしてからそこから銅を取り出すらしいんですけど、その銅を取り出した後の残りのカスみたいなのを固めて再利用した明治時代のリサイクルらしいんですよ。もうその時代から SDGs がね、そういうリサイクル的な再利用の精神が生野にもあったということで、錆びてる部分が鉄で緑の部分が銅らしいんですよ。だからこれ時間が経過してるからこの色が混ざってるっていう、すごい面白い石なんです、絡み石。それでびっくりするんだけど、この1ブロック1個8キロあるんだって。どうやって運んだのって感じ。こういう感じで行くのを探検していきたいと思います。レッツゴー。みなさん、こら大地。お邪魔します。ありがとうございます。これ昔の映写機らしいです。煙突につながるんですって、ここの部分が。ここが煙突につながって、煙突がね、溶接ご存知、電気溶接、これ電力棒ですね。通常のこのランプじゃなくて、ハーフランプなんですね。はい、ということで、これ昔の映写機なんですけど、フィルムがすぐ焼けちゃうから10分くらいで交代してって教えてもらって、昔の映画はこの2つ体制、2機あって交互に映して2時間だったら2時間の尺を上映してたんですって。それはもう知らないことだったからめちゃくちゃ面白くて、うわ、そんな時代があったんだと思ってすごい興奮しました。大興奮。もうね、すでにね、私は写真を撮りまくって見せたい、それを。で、志村たかしさんがここに住んでたんですって。志村たかしさんの家ここにあったんだって。志村たかし生誕の地って書いてあるんですけど、志村たかしさんが地元の町だって知らなかったんですよ。東京に出てきていろいろ羅生門とかゴジラとかそういうの見て志村たかしさんのことを知ったので、改めて大人になってからまた行くのに来てみて、こういう場所を知れたんで、もうめちゃくちゃ嬉しくて、すごくない？兵庫県民としてなんか嬉しい気持ちになりました。県民でよかったなって思いました。はぁ、こっちに回って、のんさん正面から押さえるので、あそこのね、ラーメン屋さんは発明家なの。銀の馬車道を、そう、銀の馬車道をどう表現するかっていうのを。私地元にいた時、上川町が銀の馬車道っていうのを押し出してて、銀の馬車道が観光地になってたんですけど、その明治時代に鉱山から取れた銀を運ぶ、銀山から運んでたらしいですね。その銀の馬車道のがこの私たちが今通ってる道、ここが銀を運んでた銀の馬車道ロードで、馬車で運んでたんですよ。すごいよね、馬がここを走ってたんです。で、その銀山から馬車で銀を運んでって、私の地元上川町がこの道を通って姫路まで続いてたっていう道なんです。馬車でさ、ここから姫路ってかなりあるよ。すごいな、感動する。そんなゆかりのある生野には、明治時代からの建物だったりとか、そういう文化財になってる建物がね、いくつも残っていて、文化財としてみんなが見学したりできるような場所があり、そこへ行ってみたいと思います。
この塀とかもさ、その日本ならではの感じですよね。瓦がかっこいい。あ、このイクノクラブっていうところなんですけれど、あれノンリモンアート、お金などノンのリモンアートを、展示してます。あのね、多分地元だから声がかかったのかなって思ってるんですけど、ちょっと入ってみましょう。それでは早速中に入っていきましょう。もう展示があるんですけど、この幅がすごくない？この時代のお家の幅って感じですよね。この秘密の通路みたいなところを通っていくと、こういう風に、畳のお部屋があって、私の作品が2点展示されてます。これはね、中森明夫さんが書かれた小説キャッシーの草画をオファーしていただいて、それで書きました。キャッシーが超能力使っているところと、目の前が黄色の世界になってビリビリ電気が走ってるような感じになるっていう描写があったので、キャッシーの見てる光景、あの超能力使った時の光景っていうのを書いてます。想定の絵をオファーしてくださったっていうのがすごく嬉しくて、本当にアーティストとしての活動を大事にしているので、めちゃくちゃ嬉しかったです。こっちがですね、私が監督脚本を主演したリボンの元になってるような絵なんですけど、未来の視覚っていうテーマで描いた絵ですね。ヌメロ東京という雑誌で未来の〇〇をテーマに、コロナ禍でそのお家でできることを集めて特集した記事なんですけど、その見開きの最初のページに載せていただきました。未来の視覚、未来は自分の感情さえも視覚化させてアートとして見せていくっていうのを想像して描きました。それでは次は新作の間に行きたいと思います。こちらです、どうぞ。ここが新作のリボンアートで、真っ赤嵐の部屋っていうことで、このこけしたち、ちょっとマトリョーシカとかも混じってるんですけど、ワイを合わさってる感じでリボンをびっしり貼り付けてリボンアートにしてます。これが結構気に入ってて、何がくっついてんのって、びっしり虫なのか肉なのか、そういうものがまとわりついてる、何かモヤモヤしたものが外に現れてるのか、見る人によって変わってくるかなって思うんですけど、そういう風にリボンを貼り付けました。で、ここにいる子たちなんですけど、よく見ていただくと正面を向いてる子と上を見上げてる子と様々なんです。顔がの丸の形が全部違うから、向いてる方向とかも、それをね、面白がってもらえたらいいなと思うんですけど、ここにもたくさんあって、私ね、これが結構好きなんです。2列にしてリボンが水広がりになってるのがめでたいかなって思ってます。ここまではまっすぐ整列してるっていう法則で作ったんですけど、ここはね、なんかあの身を寄せ合ってみんなで何かから身を守ってる感じ、ここまでは整列してる、来た人を迎えてるイメージ、脅かそうとしてるのか、そうやって迎えてるイメージがあって、あの整列してるんだけど、この四隅の子たちはちょっと何かに怯えてるようなイメージで、そんな感じでうっしょ、こうやって新作を作りました。見つけてほしいんですけど、こういうところ、みんなの列から逃げ出して逃れて上に潜んでる子たちがいて、ちっちゃいんだけどトップにいるみたいな、こういうちょっと潜ませてますので、ここにオオサンショウウオがよく沿っていってます。生野町はオオサンショウウオの研究所があるらしくって、ここのね、この生野紅茶のクッキーがめちゃくちゃ美味しくて何個も買いました。でもね、これもね、買ったの、可愛くて、これのね、緑を買ったの、着物の生地でオオサンショウウオを作ってるんですけど、これもすごい可愛くない？これと迷ったの、でもちょっと細長い方にした。絶対ね、これがいいと思うの、私は。これめちゃくちゃ美味しいの、帰ってからも食べる私。さっきね、こっちはお土産に買ったんだけど、こっちの大きいのは買ってないから、これ買おうかな。これかわいい、3つくらい買おう。こっちも買おうかな、やっぱり自分用に買おう。あんこうクッキー、あんこうって言うんですって、オオサンショウウオのこと。あれ、これイクノ紅茶じゃない？
イクの紅茶食べたいね。どっちにしよう、 50g 入りかティーパックか。うちに紅茶がいくつか溜まってるからな。ティーパックになってるの便利ですね。イクの紅茶買います。いい味だと思う、きっと。クッキーもすっごい美味しかったから、よし、これを買うぞ。買う。というわけで、生野町、私の地元兵庫県の中の本当にご近所の生野町について、探検していきました。生野アートステイ2023に参加しました。ノンのリボンアート、本当にワクワクしました。この動画を見てくださってありがとうございます。楽しかったな、良かったなと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。これからもノンやろが更新していきますので、ぜひ見てね。